おはようございます。もしもです。はい、今回はですね、ついに、アップデートが終わってね、メンテナンスも開けてたと思ったらね、またメンテナンスが入っちゃったんで、それで再メンテもね、終わったということで、マーベルコラボガチャ引いていこうかなと思います。結構ね、メール分も届いているので、で、石もね、191個。そんなに多くはないですけど、一応ね、用意したので、今回はね、がっつり引いていこうかなと思います。とりあえず、開催記念のマーベルコラボガチャから引いていきたいと思います。はい、これ無料分ですね。おー、すごい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 。ガチャドラがすごいですね。OK、金。一応石10個ガチャなんですけどね、金も出るということで。OK、そうですね。こいつは、属性吸収とダメージ吸収2ターンのやつですね。武器もそんなに悪くはないんじゃないかなと思います。はい。続いてクリア記念ですね。クリア報酬の、ガチャですね。ちょっと手の位置が、いつもとね、手の下げる位置がいつもと違うから、ちょっとやりにくいのはありますけど。被らなければ OK ですね。ストーム。ストームはなんか自分でマーベルの原作がわかんないんですけど、結構この人はね強いらしいですね。はい、続いて本当にね、ガチャの下げる手がいつもと違うからむずいっすね。全然ダイヤが出ない。かぶりか。できればねかぶってほしくないんですけど、2体ぐらいだったら、これ確定ウルバリンガチャですね。このウルバリンガチャはとりあえず先に引いちゃいましょう。星7確定はじゃあ最後に引くとして。はい、ウルバリンありがとうございます。こいつね、バカ強いっすよね。こいつ何が強いって、この究極進化もね、強いんですけど、このアシスト武器、この覚醒がね、2.5 倍、決しては 2.5 倍攻撃力上がるっていうことで、無効貫通とね、同じ倍率出せるんで、かなり強いかなと思います。はい。ちょっとね、花粉症で、ちょっとマジで、鼻声なんでね、申し訳ないっすね。じゃあ、引いていきます。あ、金か。さあ、金の中身は、これはベノムかな。ブラックパンサー。申し訳ないです。ベノムってやつもね、こんな見た目だった気がするんですけど、ブラックパンサーでしたね。OK です。続いてはダイヤ。OK。星7がいいな、できれば。これは星6ですね。デッドプール。なんかスパイダーマンみたいな見た目ですね。OK です。とりあえず星7を引きたいですね。ダイヤだったら。わー、金かー。なかなか CB ですな。ストーム。石10個ガチャなんでね、かなり石の消費も激しいので、できれば序盤で結構星7を引いておきたいところではあるんですけど、ブラックパンサー。厳しいか。あと15回ですね。あー、金ですね。そう。そうっすか。そうっすね。あんまりいらないかな。そうは3体も。3体は使わないかな。OK、金ですね。アイアンマンとか欲しいな。OK、この人強い人じゃない。ただ星6ですね。この人変身すると結構強いと思います。リーダーではそんなに、あれかな。ずっと使われるって感じじゃないけど、かなりサブで強いイメージがね、ありますね。金。あ、結構金率高いのかもしれない。初キャラですね。これ新キャラか。新キャラですね。これ、ブラックウィンドウ。なるほど、なるほど。悪くないんじゃないですか。正月ラジオのパーティーとかに入れたら結構火力も漏れて面白そうかもしれないですね。はい、金ですね。お、ここに来て新キャラ見たことないですね。これはロッキー。ロッキー、なるほど。あ、いいんじゃないですか。いや、星7を見たい。まだ星7ゼロですからね。あー、ちょっとまずいか。金。あー、ロッキー、ここに来てダブルロッキー。さあ、星7が見たい。なあ、金率が高くないか、結構。OK です。こいつ、ベノムですね。さっき間違えたベノム。結構、ブラックパンサーと色が似てるから、見間違えちゃいましたね。申し訳ないです。ダイヤ星7送れ。おー、スパイダーマンね。スパイダーマンね。OK、星7ゲットしましたね。スパイダーマンはね、こいつかな。どれが強いんだ。ん？これか。あ、これか。これが強いのか。そうそうそう。これ2ターンのね、属性吸収とダメージ吸収無効化が、これがかなり強いですね。ただ、ここに来て星7、1はちょっとしんどいかもしれないです。星7、あー、金ですね。そう。そうはもういい加減いらないかな。じゃあ引いていきますよ。ダイヤ、ちょっと待って。結構金率がガチ高いかもしれない。ストーム。ストームね。武器もあるので複数持っておくのもありっちゃありだと思うんですけど、どうなんでしょうか。金じゃない、ダイヤでした。星7。 OK、 ドクターストレンジ星7ですね。星6でした。マジか。
いや、この見た目で星6はないっしょ。まあ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 いいでしょう。ガチか、結構星ならしんどいかもしれない。オッケー、連続ダイヤは熱い。あー、強い強い。キャプテンマーベルは強いですね。こいつね、めっちゃ強いんですよ、この携帯が。当たりですね。ただアイアンマンとか引きたいんだが、個人的にはどうかな。アイアンマンとか、あー、金 CB ですな。結構 CB ですな。そう、さあどうですか。ダイヤ、ダイヤが見たい。オッケー、星7。あー、星6。まあでも一応持ってなかったのでオッケーでしょ。ロケット&ベビーグルートですね。はい、ダイヤいいですね。ここに来て連続ダイヤ。あー、すごい、やった。サノスは嬉しいですね。サノスは絶対に引いておきたかったので、ここに来てサノスは結構熱いです。ただアイアンマンが欲しい。いいですね、いいっすね。キャプテンマーベルかアイアンマンでお願いします。あ、ウルバリンね、ウルバリンね、ありがたい。ウルバリン確かに複数持っておきたい性能でありますから。というわけで最後、星7確定ガチャ引いていこうかなと思います。さあ、アイアンマンかキャプテンマーベル、できれば、まあ、サノスでもいいかな。オッケーです、オッケーです、オッケーです。アイアンマンありがたい。こいつはね、3体欲しいんですけど、結構交換もね、シビー感じなので、どうしよっかな。もうちょい、もうちょい引いちゃいますか。はい、オッケーですね。魔法の力で、魔法石がね、ちょっと増えたので、あと8回か9回、8回ですかね、8回引いていきたいと思います。できればキャプテンマーベル2体目か、あとはあいつが欲しいですね、アイアンマンが。金、あとはね、何でしたっけ、サノスじゃなくて、ハルク。ハルクとかもかなり強いので欲しいですね。まずはダイヤが見たい。あー、金ですね。なかなかしんどい。金はなかなかしんどい。ここに来て、ホークアイですね。こいつは人間最強ってヤマピーが言ってました。やべ。というわけでね、拡張してきました。あと6回ですね。よいしょ。あー、虹じゃなくて、金。まあもういいかな、君は。まあ、ウルヴァリンも4体いたらね、ループ編成が。ちょっと待って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 、金はやばい、金はやばいって。もうロキもいらないよな。もうロキもさすがにいらないです。さあ、この、いや、これは闇なのか、もしかして。まあ、ちょっと待ってちょっと待って、結構やばいかもしれない。ね、さっきから星7が全く今回の8回で出てないんですけれども、大丈夫ですか、大丈夫ですか。ダメそうですね、ダメそうっすね。しんどい、非常にしんどい結果になっております。さあ、ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、攻めてダイヤ、攻めてダイヤ、ダイヤ、オッケーです。アイアンマンかキャプテンマーベル。なんでや、なんでや、なんでや。さあ、ラストになりました。星7がいい、攻めてダイヤ、オッケーです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 。いや、オッケーじゃないです。マジか。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。はい、というわけでね、まあ、ダンジョンとかちょっとやって、石をね、10個にしてきたので、引きたいと思います。いや、ちょっとね、ガチで、ダイヤじゃなかったらきついですね。あ、くっそ。くっそ。マジでひどすぎる。どうしよう。ね、ちょっと待ってくださいね。交換所とりあえず見ますか。なるほどね。キャプテンアメリカも引いてないですね。マグニートも引いてないですよね。やるしかないっすね、これはもう。はい、泣いてもね、笑っても、ラストの8連やっていこうかなと思います。いやー、頼む。アイアンマンかキャプテンマーベル。どちらか引ければかなり嬉しい。持ってないやつでもね、いいんですけど、キャプテンアメリカでもね。お、サノス、サノスじゃねえや。ハルクですね。ハルクは OK です。引いておきたかった、1体は。さあ、続いては誰だ？ダイヤ。あー、金か。金はもういらないですね。さすがにもういらないです。さあ、続いて。キャプテンマーベルか、あいつが欲しいです。マジで。いや、もう金はいらない。金はいらない。金はいらないです。ブラックパンサーですね。もういらないです。ブラックパンサーも。さあ、頼む、頼む。キャプテンマーベルか。うわー、ちょっと待って。金はやばい。結構本当に、金はね、石10個ガチャでの金はかなりなえるので、やめていただきたいですね。さあ、続いて、本当に頼むぞ。なんで、なんでだ、なんでだ。おかしくないか。おかしくないか。ちょっとおかしくないか。あまり良い引きではないよな。ちょっと待って、おかしくないか。ね、あと3回しか引けないんだ、僕。なんでだ？なんでだろうね。なんでだろうね。ちょっと、あれ？嘘でしょ？ちょっと待って、ちょっと、これは現実か？ダイヤ、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 ダイヤ。なんでだ？なんでだろう？嘘？あと1回しか引け、え、あれ？
なんで？はい、というわけでね、結果こんな感じですね。まあ、あまり良い引きとは言えないと思います。はい。ちょっとね、マジかあんまりね、良い引きとはね、言えないかもしれないですけど、まあ一応こんな感じで終わりました。まあ、サノスとか引けたのはでかいんですけど、正直複数欲しいアイアンマンとかね、キャプテンマーベルとか引けなかったので、そこはちょっと残念かなと思います。はい。まああとは交換で、手に入れちゃおうかなと思います。まあアイアンマン2体目か、キャプテンマーベル2体目を交換で手に入れようかなと思います。というわけでね、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。バイチャアディオス。これは爆死なのかな。